ここに来ていきなり そんなことある。はるとめさん、こんにちは、手袋です。今日はですね、グルールでございます。グルールで、使いたいのはこいつ、エターリですね。はい。で、まあ、グルールで使うということは、まあ、すなわち、手出しで出したいというところで、まあ、かなり、マナ加速、グッとさせてね、もう普通に7マナ払っちゃって、エターリ出していこうかなというデッキでございます。まあ、なので、前半は、まあ、マナクリ、ラノアールの浄土語あったり、硬化した鉄ぐらいなどを、並べた上でですね、まあ、あと、3マナ行きだと、グウェナとかを使って、こいつからも2マナ出せるんで、クリーチャー呪文に対して2マナ出せるんで、まあ、この辺並べて、で、まあ、早ければ3ターン目にね、タップインで土地2枚とか、この辺り使って出していきつつ、まあ、4、5ターン目ぐらいで、出せると。4ターン目はさすがに無理か。1、2、3、まあ、5ターン目ぐらいですかね、早くて。っていう感じでございます。まあ、なんでしょう。なんか、大勝ちとか入れてもいいのかもしれないんですけど、ちょっとなんか、墓地が、あんまり、まあ、この色的にちょっとリアにできないんで、まあ、普通に、マナ加速して、ビャッと出したいな、というところですね。まあ、ルーカも、こいつプラス1の能力使うと、2マナ加えることできるんで、このあたりとかもちょっと駆使しながらですね、やっていければと思います。本当になんか、マナ伸ばしながら、順番にでかいやつが出てくるみたいな、まあ、感じになってますと。で、まあ、エターリ、こっちの、エターリ出した時にね、こっちとしては、まあ、このあたりの5マナ以上の、カードが、当たってほしいなというところでございますね。まあ、そうっすね。で、まあ、重装のシャーマンを、やっぱ、ちょっと、ちゃんと使いたいなっていうので、重装のシャーマンで、適当に、ちょっと、ハンドに余ったクリーチャーカード、この辺ですね、とか捨てて、ダーリ引っ張ってきて、ポンと出せれば、それでもいいかなというところです。で、まあ、一応、まあ、リアニというか、まあ、これ無理やり、リアニになるのかな。まあ、墓地とかライブラリーから、X 以下の、人間じゃないクリーチャーカード1枚戦場に出せるんですけど、まあ、ただこれでエタリ出そうと思ったら9マナとかいっちゃうんで、まあ、こいつ主軸というか、まあ、これは保険みたいな感じで1枚だけ刺してるって感じですね。そんな感じですね。まあ、基本的に、まあ、リアにしたり、なんかブリンクしたりとかっていうのが結構多いんですけど、手出しでやってみたらどんな感じかというところを、ちょっとやってみたいと思います。それでは対戦よろしくお願いいたします。ちょっとマナクリいないのは無理っすね。ありがとう。まあいいでしょう。エターリはちょっとでも残しときたいんだよな。入ってくるか分かんないから。こうしますか。よろしくお願いします。よろしくって。さあ、相手もグルールっぽいですね。っていう時に限ってエターリすぐ入ってくるんだよな、マジで。本当もう頭おかしいんじゃないの、マジで。さあ、なんか来ましたね。よいしょ。くれた汚染者出してくる。3になる。これする。なるほど。12345、6だから、まあいっか。熊野。炎蔵下に1点っていうのが痛えな。おい。ミッサー落としに来ない。
ミスター落としに来ないとなると、まあもっぱつこれで出しといて、これ出しといてでいいか。はい、ミスター落としに来なかったっすね。まあいいんじゃないでしょうか。さあ早くあと土地一つ来てほしいですね。ミグロズ、ミグロズってことは強いミグロズ。あ、もらう。はい、まあランパン来ましたね。ドーンって、まあ、もりもりでいいでしょう。はい。アーチャフターエンチャント破壊する。いや、まあ、ここはプライチでいいんじゃないですか。はい。エンド。さあ、同じ色同士。グルール対決はちょっとなかなか拮抗状態が続いておりますが、向こうは縦にも伸びてきそうですね。はい、対戦ありがとうございました。はい、ちょっとマナクリ来ること願ってやりますか。先行だし、よろしくお願いします。はい、ラクロス来た。次のターンこれ打ちたいですね。切り崩しあるか。あるね、しっかりありますね。よいしょー。ラクドスなのか、タップ状態の土地ばっかり使ってんの。さあ何出るでしょう。めっちゃ除去積んでるパターンですかね、これは。はい、ちゃんと出てくれよ。 OK。 まあもうなんかわざわざダメランをあれする必要はなさそうな気がする。いや、でもダメランでいっか。森とカールウーダーにしましょう。4マナ。まあ、ラクドスで確定ですね、ほぼ。さあ、何が出てくるんでしょう。考えてますね。いる？あ、いるな。うわでしたと。土地マジでめちゃめちゃ来るな。どうした？さあエタール行きましょう。なんか1マナのやつ持ってる。火遊びかな、これか持ってんのかな。炎恵み持ってそうっすね。さあ見してもらおうかいの。ここに来ていきなり、そんなことある。え、誰もっかおかわり行っちゃうか。ほら行っちゃえ。もっかい。エターリループ。
なるほど。まあこれ先打つか。これ先打っといて、でこれもやっちゃって。さあ、自らの絶望将来を食らうがいい。ダメだ、これはダメだ。最高のトップだったんじゃないか今の。アベリアナ、あいやいや。もうエターリ2発撃れたから、ま、世は満足である。世は満足である。これあれか。なんか選べるんだよね。トランプル速攻選べるのね。はいはい。まあこれ出して。サンプル速攻をつけといて、まあでも本体普通になんか行って、ベリアナベテもなんかあんま捨てられても別にだもんね。除去ちょっと次打たれたらめんどくさいけど、もう本体でいい気がするです。はい、ルイジンエン恐竜ウミガメっていうなんかすごいクリーチャータイプになってんだな、コグラとイダーロ。はい、墓地の侵入者恐るるに足らず。にしても土地ちょっと出すぎかな。何枚と今10枚か。12あるから、もうこの山にはあと10枚ちょっとしかないっていう。これ土地引いたらすごい。なるほど。で、リリアナ起動しなかったなっていうか。まあさすがにまずパンチしていこう。はい。パンチ。皆さんにブロックしてくるから。よいしょ。はい、これで。はい。クリーチャーカード来てほしいな。それとも次のターンまた得たり出せるから。さあ、でもまあこの要素だとでも除去結構入ってそうだよね。チェオルム、チェオルはちょっと危ないっすね。まあ別にドローするやつそんな入ってないからいいんだけど。はい、まあどうしようか、一応クリちゃんしとくか。ターンもらいます。ドロー、あ、いいんじゃないですか。はい、そう捨てて、もうエターリやりたいだけなんだ。エターリやりたいだけ。ほら、3回目のエターリ、そんな出ないでしょ普通。そんなエターリ来ないよ。やっぱ重装のシャーマン便利だなこれ。さすが重装のシャーマン。ほ
さあ行け、除去来てほしいな。なるほど。まあ出して格闘させる、いや5を食らわして、あ別に5でいいのかっていうか、これ別にやらなくていいんだね。じゃあ、あー違うわ、速攻で殴れるから、あでもいいのか、5点食らわせてこいつら生き残ってるから、うん、こっちだけでいいね。はいはい、こっちはいいや。そこにスタック、あスタックしなかったかも。ほらあ、でもやべえ、2点あるな、2点のやつある、2点を計算に入れてなかったっていうか、なんかボリンクレックスでワンチャン捨てたボリンクレックス出して変身させたら勝った説ある。でもこのターンには止まられなかったか。13マナいるもん。なんか壁がいっぱい出てきた。土地マジで引きすぎじゃない ?1、2、3 ってなるから。残り1勝。1匹ずつ減らしていくお仕事。土地の数がとんでもないことになってる。とんでもないってことでほどでもないけど、11。もういいよ、死んじゃうってそれ。うん、めっちゃいらねえな、もう土地ないって本当に。4点入って3点入ってってやっていくと、これはもう土地ないじゃん。あ違う、これ7枚見るやつだからいいのか、逆に用2枚あったな。ワンドロー、除去来たらもう最悪だからね、マジで。まあ2体残しの2体パンチじゃないの、除去じゃなければ。あれ。ああ、そういうことか。ブロックしときゃ、あれだもんね。全ブロスレア、いけるからってことか。じゃあ一旦こっちも様子見るか。はい。ワンドロー、さすがに殴んない、ちょっとやばいって、マジでやばいって。マジでやばいよそれ。もう殴らせようかとりあえず、スーパーオランドマンに殴らせよう。はい、
2体。まあ、さすがに1体でしょう。終わり。土地マジで全部出るんじゃないこれ。5でしょ。8でしょ。2でしょ。15枚、17枚あるから。あと7、8枚しか入ってない。こんな感じ。大勝ちはなんかちょっと怖えな。シェオルとか出てきたら結構最悪だからね。出てきそう。はい、状況。ルーカか。まあこれでいいのか。だから、割り振って、ああそう、割り振って終わりか。ポンポンポンってして。対戦ありがとうございました。いや最後めちゃめちゃ間延びしましたね。っていうかエターリエターリやりたいがあまりになんか勝ち方間違えた気がしました。はい、すいませんでした。まあなんでしょうね。まあエターリあんまりガチャなんであんま好きではないんですけど、でもまあ気持ちいいっていう感じですね、どっちかというと。はい、まあ、エターリ出て、絶望将来とか、まあ、打てたから、それは、それで良かった、みたいな感じですが。まあ、ただ、エターリ、なんか使うんだったら、ちょっとブリンクとかさせたいっすよね、やっぱり。まあ、リアにするかブリンクする方が、なんか素出しするよりは、なんていうか、まあ、リアにする方がね、安定的に出せると思うんで、それかつ、なんか、適当に天使とかでブリンクさせても、普通に面白いかなっていう。ちょっとやっぱ、普通に純粋に、ハンドから出すのはちょっとコスパが悪すぎるっていうことは、なんか、やってちょっと思いましたね。はい。しかも、墓地行ったやつなんか回収できねえし、この色だと。まあ、だから、結構最速で、まあ、最速でっていうか、マナ並べて素出しでっていうのも、まあ、いいけど、リアリーの方がやっぱりいいかなっていう。まあまあ、そんなん分かっとるわっていう感じですけどね。はい。っていう感じですかね。はい。まあまあ、とりあえず、グルールでちょっと気持ちよくエターリー使いたかったデッキでございました。動画面白かった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。